皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、たとえ自宅教室であっても仕事のプロフェッショナルを目指そうというテーマについてお話をしたいと思います。私自身のいろんな教室を訪問した経験っていうのは、多分普通の先生とか一般の人よりも多いはずなんですね。なぜならば、私は日本ニーダーというそのパンコネキを、パンの先生とか、料理の先生、お菓子の先生もそうなんですけどに使ってもらうための営業をしていたので、現在どういう形でレッスンが進んでいるのかとか、実際に訪問しながら機器を見せながらお話をする機会が非常に多かったんですね。で、当然男性の営業はうちには当然いたんですけれども、自宅教室の先生の家っていうのはやはり男性の営業が行くには行きにくい、大丈夫よっていうスタジオっぽい先生はもちろん OK だったんですけど、大抵のところの訪問は教室系は私がほとんど行っていたという感じなんですね。それによって大体150近くの教室をさまざま回ってます。マンションの方とか一軒家の方とか、本当にさまざまですね。いろいろな環境と事情、当然その扱ってるレッスンの内容と、あとはその呼んでるお客様の層によって、その教室自体のお客様をお迎えする上での当然、内容とかが変わってくるケースとかが多かったのもよく知っています。ただどのような状態であったとしても、やはり自宅教室であったとしてもお金をいただいて、サービスを提供するっていう立場だったりすると、最低限やっぱりやっててほしいっていうことがあるので、そちらの方を今日はちょっとお伝えしようかなと思っているのが今日の主題です。はい、では実際の本題に入るんですけれども、ご自身が自宅教室でやっている場合に一番多分ネックと切り分けが難しいのが家族との折り合いと生活感だと思うんですよね。一番おそらく、例えばお子さんがいる場合にはどうしても、その家族の中のルールがあるので、子どものおもちゃが、例えばリビングの中に転がっているとか置いてある状態でもお客様をお迎えするというケースがある場合があります。で、毎回きちんと片付けられればもちろんいいんでしょうけれども、それができない場合にはその状態でも OK な人を呼ぶということが大前提になるので、例えばその子供がいても大丈夫とか、そういったこう生活感がめちゃめちゃ見える状態であっても大丈夫というタイプの人を呼ぶとなっていると、それはねお互いに OK なんですよ。ところが例えばレッスンメニューを変えるとか、ちょっと高単価のレッスンを作るって言った場合にお客様の層が変わる場合があります。その際には、その料金のサービスを受けることが慣れている方たちが来るということを考えると、なあなあではやっぱり済まないケースが出てきます。このお金を払ってるんだからという方の基本的な感覚は、そのレッスンの何を習いに来てるかっていうことはもちろんなんですけれども、その空間で過ごす時間を買ってるという感覚もお持ちの方が非常に多いので、そのおもてなしっていうことを考えると、必要最低限しなくてはいけないことっていうのが多分いろいろと出てくるはずなんですよね。で、私が実際に経験していて訪問していて、どことか別に言うわけではなくて、ここは私は通わないなというふうに思ったところがある経験だったことを、ちょっとお話をしたいし、私自身の教室でも、人によっては感じ方が違うんだっていうのを理解した失敗談もお話をしていきたいと思います。まずですね、一番その自宅教室で私が行ってすごく嫌だったなと思ったのと、来たくないなって思った一つ目がですね、
とにかく家が汚かったという衝撃的な感じでしたね。リビングは奥の方に奥っていうか教室自体は奥の方なんですけど、一軒家の中のその奥の動線の中にリビングを通らなくてはいけない動線になってる先生のご自宅があってですね、そのリビングがですね、例えば、午前10時とか11時かなんかのレッスンスタートだったんですけど、その通っていくリビングの、リビングテーブルですか、の上に多分朝の朝食の食べたものの食器が片付いてなくてそこに置いてあって、でかつ取り込んだ洗濯物がそのハンガーに吊るされた状態のままのものがドカッと置いてあって、で洗い物とかっていうか、ボールとかパンなんで洗ったりするんですけど、そのものをキッチンまで持っていく時、そこも通るんですけど、でキッチンもですね、あんまり綺麗じゃなくて、それこそちょっと蛇口をひねったら油がつきそうみたいな、そんな感じのところだったんで、パンを作るどころの神経を集中させるレベルの話じゃなくて、見たいわけじゃないのに目がすごくもうそのあたりに行ってしまって、集中できなかった記憶があります。で、その先生は割とちょっと無意識に強引な方でですね、最後のコースの勧誘とか、私は市場調査のために行っていたんですので全然断れたんですけれども、もう通うことがなんか大前提になっちゃってるみたいな、最後の問いかけみたいな話もすごく自分的には違和感があって、もう早く帰りたいっていう感覚だったのが一番記憶に残っている絵っていう教室でしたね。もう一つは違うところは、絨毯とかの、タイプのマンションの、ところでやられている方だったんですけれども、絨毯って難しいですよね。やっぱりフローリングに比べてほこりとかがたまりやすいような、ケバケバしてる分たまりやすい様相があるので、そのほこりとかが結構ふわふわ 玄関入った廊下も絨毯になっていたので、その廊下からすでにもうふわふわ飛んでたんですよね。で奥の部屋が、そのキッチンというか、実際のレッスン場だったんですけれども、そこをちょっと目線を外すと、やっぱり家族の雑誌とか新聞とかがドカドカっと積まれていて、でキッチンの方は、私たちはキッチンに物を運ぶっていうことはしなくてもよかったんですが、やっぱり朝食べたものか、レッスンの残りのかなんかよくわからないんですけれども、すごい山のように食器がわっとなっていて、洗ってないっていうような状態が置いてあるとか、そういう教室もありましたね。絨毯とかのところは最近少ないんでしょうけれども、埃がたまりやすい分ですね、毛玉じゃないけど埃玉がふわふわ浮いてる状態でレッスンを受けるっていうのは、なかなかやはりですね、しんどいですね。食べ物になったんで、そういう教室もありました。あとはお子さんですね。3つ目はお子さんの例です。子ども教室をやっているから、多分先生の、その感覚も希薄だし、参加している人も、OK、希薄になるんでしょうけど、やっぱりお子さんがちょろ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 出入りしますよね。でそれを最初から例えばホームページに書いてあって、子どもの出入りもありますじゃないけど、それも含めて、OK くださいみたいな感じのことが注釈で書かれていれば大丈夫なんですけれども、例えば私なんかはそのパンの製法とかを習いに行きたくて、通っているケースにおいて、お子さんが入ってくるたんびに、当然お母さんとして対応するわけなので、
そうすると手が止まったりとか、場合によってはそちらに手がかかる。で、慣れている生徒さんはそれを知ってて通っているので、まあ、近所だし子どももいるしっていうことであれば多分問題ないんですけれども、やはりもうそれは子どもが入ってくるのであれば募集の時に書いててほしかったっていう感じですね。やっぱりね、集中しづらいんですよ。だからそういったものを提供する、ちょっとアカデミックのことを提供する教室の場合には、子どもさんが絶対帰ってこない時間で設定するか、帰ってきても子ども部屋が別の部屋にあったらちょっとそちらに控えててもらうっていうようなことを家族に理解してもらってルールとしてやるか、そういう人をお客さんとして呼ばないか、どっちかにしないといけないなっていうふうに感じてるんですよね。自宅だから許されるだろうっていう考えで仕事をするんだったら、やっぱりお仕事のクオリティとしては二流だなっていう。プロフェッショナルはやっぱそこもきちんと気を使って、アクシデント的に入ってきてしまった時のそれは構わないんですけれども、それがこう当たり前のように日常化しているっていうケースはやはりないなっていうふうに思ったりとかしています。で、同様にそのレッスンを組む場合にも、お子様連れ OK っていう場合には、やっぱお子様がいても大丈夫っていう人を集めた方がいいです。そうじゃないクラスとそうであるクラスと分けるんであればですね。私の教室は基本お子様連れはなしっていうことにしていたので、子供と一緒にでも学びたいっていう方は、通っていただくのを諦めていただいていたか、あとはどうしてもというケースで、すでに予約が入っている方たちに、お子さんがね、もうおとなしくただ寝てるだけっていう、本当に乳幼児レベルの場合に、そばから目を離さない、そして例えば泣いて、何か講座に支障がある場合には抱いて外に出ていただくっていうことを了承して、しかも受け入れることをあらかじめレッスンにいらっしゃる方に了解してもらった上で受け入れるっていうのをやってたんですけれども、幸いその受け入れた方はもう本当におっしゃったようにお子様はずっと寝てる感じだったんで、静かな感じだったんで状態は大丈夫だったんですけど、やはりですね、子供がもちろん元気なのはいいんですよ。ただそれを大丈夫な人の組み合わせの中において受け入れなくてはいけないので、やはりその泣き声とかがギーギーっていうと、学びっていう時間、例えば癒しの時間、その時間を買ってるという人からすると、やはりちょっとそれはっていうふうに思う部分がどうしても出てきてしまうので、プロフェッショナルとしてどう考えるかっていうことですよね。例えばそのコンサートみたいなところとかでも、お子さんも別に OK っていうところもあれば、静かなその時間を楽しむ、クラシックも子ども大丈夫なところもあるのかな、そういったものでやるような時にはやっぱ小さいお子様はご遠慮くださいっていうのを、もともとその来てくださる層の方がそれを期待して来てくださるっていうことをベースにしている場合にお断りしているケースとかがありますので。そこが一つネックになってくる場合があります。ですので、お子様の問題はね、結構難しいと思います。学校から帰ってきたリビングだし、そのまま入ってきちゃうっていうのが日常化している先生も、自宅教室の先生結構いらっしゃるんですよ。で、やっぱりそれは家族との話し合いにおいて、レッスンを肩身が狭い思いでさせてもらってるっていうふうになっちゃってるんだったら、もうそれを OK な人しか集めないし、ホームページにそれを書くぐらいのイメージじゃないと、うっかり来ちゃった人とかはすごく残念な思いをしますし、残念な思いをしたことを先生におそらく伝えないで去っていく感じですね。で、場合によってただ去っていくだけならいいんですけれども、教室はこうだったよとかっていうタイプの人もたまにいます。そうすると悪い噂の方が広がります、どちらかっていうと。ですから自分が日常化しちゃっている、その家庭衆というか、仕事じゃないっていうことになっているような作り方は、
やはり辞めた方がいいかなっていうふうに思ってますね。まあ、サラリーマンだったら分かると思うんですけど、例えば自分の職場にですね、子供が学校から帰ってきたからって言って、帰ってきたよとか言って喋りながら、なんか物を食べながらそこから去っていくっていう絵っていうのは会社の中ではないじゃないですか。だから本来はそれぐらいのけじめが本当は自宅でやっていてもあるべきだと思うので、どうしても家族の理解をまずしなくてはいけない、やらなくてはいけないということですね。あと同様にペットもそうです。自分たちにとってはもちろん家族の一員だから違和感なくそこにいさせるっていうことはあるんでしょうけれども、例えば私は今はもうね、亡くなっちゃって家には猫はいないんですが、猫を飼っていました。ですので、ただ猫がいますけれどもっていうのをさすがにこうホームページに書くのがはばかれたので、どれぐらいの人が猫アレルギーかが見えなかったんですね。で、まあ、ちょっとチャンスを失うっていうのもちょっと残念かなと思ったので、普通に一旦受け入れはするんです、お申し込みを。でその後に注意事項と交通の案内をする時に、大変申し訳ないのですがっていうことで、こちらの方には猫がおりますと。でレッスン中は、なるべくリビングに顔を出さないようにというふうにやっているんですが、ドアを開けてしまって、勝手に入ってきてしまう時があります。よって猫アレルギーの方、ないしはそもそも家が、まあ、猫がいるとやはりそういったものがね、浮遊している場合があるので、その苦手な方っていうのはご遠慮いただいてます、申し訳ありませんっていう一筆を打って返答して、100人申し込みがあって、うちの場合は3人猫アレルギーということでお断りをいただいた、来なかったっていうケースがあります。私自身は猫は大好きなんですけどアレルギーでっていうことと、先生のパンはものすごく習いたいんですけど猫ちゃんがいるんですね、残念ですっていうことで、まあ、諦めていただいた方いますね。だから、まあ、犬はアレルギーっていう方少ないんでしょうけれども、やっぱりその実際に犬がそこにいていいっていう方とダメっていう方がいらっしゃるので、自分の判断で OK を出さないっていうことですね。特に教室業の場合にはです。なので、そのあらかじめ言ってて猫がいるよ大丈夫っていうことを聞いた上で受け入れるっていうことをした方が、多分トラブルは少ないというふうに感じています。まあ、その他の班の生徒さんとかは猫を好きっていう方と別に嫌いでも何でもないっていう方もいらっしゃったし、まあ、2匹のうち1匹はそこそこやっぱり愛想がいい子だったんで、まあ、生徒さんにね、顔を出しに行くことによって喜ばれるマスコット的存在だった時もありましたけれども、それは受け入れてくださる方がいるからそういう状態になっているだけであって、ペットのことも本来であれば申し込み時にきちんとそれは伝えるべき内容かなっていうふうに思っています。そして私自身も、まあ、失敗談というか、その状況が違う方を受け入れるとそういうこともあり得るんだなと思ったのが、まあまあフローリングでしたので、まあ、掃除はしていたんですけれども、やはりほこりですね、それはどこか角っこの隅っことかにあるものまで取りきれてないケースがあったんですよ。でその時に何かの拍子でふわっとやっぱり出てきてしまった時に、私が違うとこで感じた時と同じように。でそれをコースレッスンで申し込んでた方が、ちょっと翌月からはちょっと行きたくないというか行けないという話を聞いて、まあ、なぜなのかっていう話を聞いた時に、最初は言葉を濁してたんですけれども、その埃とかがあるのを見つけてしまったのと、ちょっと喘息気味なところがあるので、そこの教室に行きたいとは思わないんですっていう方がいらっしゃった時がありました。これ1回あったんですけどね、実際に。で私はそれを機に、まあ、その方には謝罪をして、レッスンフィーを全額お返しして、丁重に謝って、まあ、そういった衛生管理の部分で申し訳ありませんでしたということでお詫びして、でその後1回プロの掃除屋さん入れましたね、5万円ぐらいかけて。全部フローリングの床も一回きれいにして、ワックスがけもしてっていうのを結構やりました、その時で。その後はまあきちんとその状態を保とうっていうことで、
まあ、お掃除もしたり、ほこりもなるべく出ないようにしてっていうことで、まあ、生徒さんをお迎えするっていう環境を整えるっていうことをやるようになったのは、それがきっかけです。ですから皆さんが考えているよりも、もうちょっとこう家庭衆っていうものには、外からいらっしゃる生徒さんというのは敏感であるケースがあるので、自宅教室だから許されるんじゃなくて、自宅教室だからこそ仕事のプロフェッショナル感にこだわってほしいっていうのがあるんですね。私が未だかつて、見た一番物がなくて、綺麗なお料理パンを両方やられているすごい先生いらっしゃるんですけれども、その方は本当に綺麗でしたね。もう住んでないんじゃないかぐらいに、ホテルみたいぐらいに綺麗な方いらっしゃいました。だからそれぐらいだと、もうそこの空間を思いっきり楽しむ、そしてレッスンにすごく集中できる環境だった記憶があったので、やはり最低限そのあたりは自宅教室をやっている方は特に気を使っていくのが、サービスクオリティとしてはまずスタート台に立つにはそこ必要かなっていうのを非常に感じた一件がありました。ですので、自宅教室だから許されるんじゃなくて、自宅教室だからこそ仕事のプロフェッショナルを目指してほしいなっていうふうに思ったので、過去に感じた実例と過去の私の失敗談も含めて今日はお伝えしたので、ちょっと自分ご自身の教室の状況とかですね、振り返ってみて、家族衆がしないかどうかとか、お迎えするのにふさわしい状態になっているかどうかっていうのを今一度点検していただけたらなっていうふうに思いまして、今日お伝えしてみました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは。